皆さんこんにちは、琴文郡山の渡辺です。ポンペオ国務長官のツイート、機関語訳のものを淡々と朗読するシリーズです。今日は日本時間で1月21日7時56分です。それでは始めます。2021年1月20日22時ちょうど、アメリカファースト。今日はアメリカの70番目の国務長官としての私の1000日目です。それぞれがアメリカの人々に奉仕する特権でした。全国からたくさんの親切な言葉、ご支援とご好意に感謝いたします。主はアメリカを見守っていて、常にそうなるでしょう。1月21日深夜1時ちょうど、アメリカに神の恵みあれ。アットマークマイクポンペオ、 MIKEPOMPEO。 このツイートにはポンペオ国務長官の引用があります。1月20日の21時56分のものです。米国国務長官を務めることができて光栄です。今日私は国のトップ外交官としてのこの役割を辞任するとき、私たちが達成したことを誇りに思っています。そして私はアメリカのために戦うことを決してやめないことを約束します。そして再度1月19日固定されたツイートを読みたいと思います。1月19日3時ちょうど、国務長官を務めた後もアメリカファーストのために戦うことを決してやめません。やるべきことは常にたくさんあります。次のことについてあなたと共有し、関わり続けることを楽しみにしています。まだ行っていない場合は必ずフォローしてください。アットマーク、マイク・ポンペオ、アットマーク、MIKEPOMPEO。ここまでが国務長官としてのツイートになります。今回1月1日から毎日ポンペオ国務長官のツイートを時系列にして朗読してきました。聞いてくださった皆様ありがとうございました。朗読していく中で思ったことを少しお話しさせてください。主に5点。1つ目、ポンペオ国務長官は決して戦いをやめないっていうこと。2つ目、トラさん大統領がどれほど偉大な人だったかということ。3つ目、アメリカファーストは世界中の人々に愛と安らぎを与える政策だということ。4つ目、トラさん政権は世界中の人々が信教の自由、言論の自由のある生活ができるようにするためにあらん限りの政策を行ったということ。5つ目、法と秩序を何よりも大切にしていたということ。今回の事件に関しても一貫して法にのっとって進めようとしていたということ。勝つためには何でもあり、暴力大好きな勢力を相手にしながら、決して踏み外すことをしませんでした。この踏ん張りが、次の新しいステップへの道しるべとなって、人々を導いていくことにつながるんだなと、人の道を踏み外さずに困難に立ち向かっている姿には本当に惚れ惚れしてしまいました。やきもきもしましたけれど。そして、わずか200年のアメリカを世界で唯一の素晴らしい国だと称えます。建国の精神に立ち返ろう、常識で判断しようと人々に語りかけます。強く優しいリーダーシップを見ました。世界に対して行ってきた行動を見るにつれて、本来なら日本がこの役目を果たさなければならないだろうになって、日本っていう国を本当にすごく不甲斐なく感じました。私たち一人一人がへたれすぎだって。トラさんたちに見習って、私たちの国日本をもっと強く優しい国にして、世界の人々から頼られる国にしていかなければならないですよね。そのためにも、一人一人が強くなっていかなければならないと痛感します。トラさんチームが復活するときには、日本だってこんなに頑張ったよって胸を張って迎えたいですよね。これからもアメリカの動き、皆さんと共有したい動画などを翻訳して朗読していきたいと思ってます。また、日本の古典や歴史に関する動画も出していきたいと思っています。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、また。